サッカー情報局のカズです。今回は国内 J リーグの昇格降格の模様をお知らせします。優勝争いとは別に各国リーグの降格争いはサッカーの醍醐味でもあります。プロ野球はないよね。今年のレギュレーションを教えて。 J リーグは2024年から J1 から3まで全て各20チームにする予定なんだ。今回は J1 と J2 の昇格降格に絞ってお伝えします。今年の J1 は18チームだよね。そうだよ。だから今回は J1 から1チームのみ自動降格、 J2 から2チームが自動昇格、3位から6位まででプレーオフをやって1チーム昇格するんだ。 J2 のチームはすごいチャンスだね。とにかく2位以内を争っているんだ。まず J2 の第35節をお伝えするね。順位はどうなってるの？その前に上位陣の試合結果を知らせするね。まず首位町田、アウェーで藤枝と対戦、スコアレスドローで試合を終えた。そんな町田を追いかける2位のジュビロ磐田はホームでレノファ山口 FC と対戦、スコアレスドローで前半を終えると、後半にはペナルティアーク内の好位置で磐田はフリーキックを獲得したが、結局試合はゴールレスドローで終了し、勝ち点1を分け合う結果となった。3位の清水エスパルスはアウェーで金沢と対戦、8分にカルリーリョスジュニオのゴールで先制に成功すると、続く35分には相手のオンゴールで追加点を奪取、69分にもゴールを奪い3対0で勝利を収めた。その他4位の東京ヴェルディはアウェーでヴァンフォーレ甲府と対戦し1対1のドローと、上位陣は元気がなく清水のみが勝ち点3を積み上げ、1位町田68、2位清水63、3位磐田62、4位東京60となったが、依然町田が優位、2位から4位までは混戦の様相だ。試合ごとに順位が入れ替わるみたいだね。2位と3位では天と地の差だね。次は J1 ね。 J リーグは1と2ではほんと観客動員、スポンサー等々すごく違いがあるから必死だよね。また一度落ちると上がるのは大変なんだ。知ってるよ。大分でしょ、 J1 から3まで落ちてまた1に返り咲いたんでしょ。そうなんだ。だからサポーター信じてるんだよね。今回は第27節の戦いなんだけど、さっき教えてもらったけど今年は1チームだけしか落ちないんだね。超ラッキーじゃん。危ないチームは。サポーターの皆さんごめんなさい。今のところ柏、横浜 FC、 湘南の3チームなんだ。今回注目したのは17位の横浜 FC と16位の柏レイソルの残留争い直接対決だ。立ち上がりからチャンスを多く作り出していったのは柏で、サイドを使った攻撃やセットプレーでゴールへ近づいていく。31分、ゴール前でマテウス・サビオがシュートを放つと、これを小川がブロックしたが、手に当たったとして、ハンドの判定で PK に。この PK をマテウス・サビオが冷静に沈め、柏が先制した。これで勢いに乗った柏は38分に前線から山田が猛烈なプレッシングをかけると、相手のビルドアップミスを拾ったところから最後は細谷が決め、リードを2点に広げた。後半は追いつく必要がある横浜 FC が反撃。87分、途中出場の三田が直接フリーキックでゴールを狙い、 GK が弾いたボールをマルセロ・ヒアンが押し込んで1点を返した。だが反撃はここまで。最後まで集中した守備で横浜 FC の猛攻を抑えた柏が2対1で勝利した。湘南の試合はなかったんだね。敗れた横浜 FC は残り7試合で湘南との勝ち点差は1。第33節に直接対決を残しており、 J1 残留の行方は最後までわからないと闘志を燃やしたんだ。この結果16位柏26、17位横浜22、18位湘南21となった。本当にまだ7試合残してるからわからないよね。皆さん頑張ってください。じゃあカズ、次回はもちろんアジア大会となでしこだね。アジア杯のレギュレーションは U24 プラスオーバーエイジ3名だけど、日本は U22 の B チーム、韓国は本気のチームみたいだよ。まずカタール戦と韓国の事情について話します。お楽しみに。わかった。じゃあ、さようなら。